はい、どうも佐野地でございます。現在ですね、熊本県熊本市に、やってきております。そしてですね、まあ、熊本に来たらまずザ・熊本の味ということでね、こちらに来ております。でん、熊本ラーメン国定さんでございますね。はい、もうザ・熊本ラーメンさんの代表をするね人気店で、ございまして、まあ、熊本のねラーメンの味を知るならやっぱここだろうということでやってまいりました。こちらの方で、食べさせていただきたいと思います。ほんでは行ってまいります。どうも、はい、こちらね食券になっております。まあ、あの普通のラーメンを、熊本ラーメンを味わいたいならこのラーメンをいただけばいいらしいですが、私は今回ねこのラーメンに、こちらのね、桃チャーシューと背脂ニンニクをトッピングいたしました。はい、こんな感じでね食べていきたいと思います。ありがとうございます。熊本ラーメン店ありがとうございます。100円だぞ。ありがとうございます。美味しそう。いただきます。いや美味しそう。ああ、焦がしニンニクめっちゃいい匂いする。おわ、豚骨や濃厚。肩のチャーシューうまい。肩のチャーシューが美味しい。このね背脂も。確かに昔ながらのこのチャーシューの感じめちゃくちゃ、これいいわ。
なるほどね。これが熊本火の国のラーメンと。本当ですか？マジですか？メインカメラの方がね、映ってないということで、替え玉の方もね、替え玉から映させていただきます。替え玉はじゃあ胡椒ラーメンはねパチッと取ってあるので、ぜひお楽しみいただければと思います。それでは皆さんごちそうさまでした。じゃあ